平和の象徴として有名な鳩さん。6000年以上前から家禽として飼育され、各地の神話にも登場しています。知能や学習能力も高く、絵や模様、音楽などを聞き分けることができるとされています。マジックで使われるのは小鳩と呼ばれる改良品種で、一般的な鳩より一回りほど小さい鳩です。一般的に想起される白い鳩もこの小鳩であることが多いですね。ベトナム語で鳩は、チンポコと発音する。深い意味はありません。深い意味はないのです。それでは、今日はそんな鳩さんたちのネットの反応を見ていきましょう。不法侵入犯、住人に襲われ尻の毛まで抜かれる。そらそうよ。なんでいけると思ったんや。鳩カッサー。猛禽類を煽った結果。鳩カス世の中舐めすぎやぞ。容赦ないわね。見えてる地雷踏みに行くやつ。のんびり侵入しちゃいかんでしょ。猛禽類に喧嘩売るのくさ。食うために逃げられないよう虫ってるんかと思ったら鳩逃げとるな。こんだけ羽抜かれて逃げられるもんなんやな。多分生きてるやろ。最初なんだこいつみたいな目で見てるのくさ。卵温めに戻ってくるのかわいい。鳩って目悪いんか。もともとは鳩の巣で久しぶりに帰ってきたんやろ。ほう、鳩、ついにワイの家のベランダに産卵、全面戦争へ突入。もう許さない。カーテン開けて手羽先食って牽制しよう。ピンポン玉みたいなのあると思ったら卵やったわ。卵代置いてラッキーやん。目覚まし時計やぞ。蛇の像を置いとけ、来なくなる。屋上をねじろにしててそこからは家のベランダまで飛んできやがる。見せしめにコストコの焼いた鳥一は吊るしとけ。平和の象徴に喧嘩を売るとか蛮族かよ。ワイの家の平和を破壊したのは鳩カスなんやが。あいつら普通に身内の肉でも食えそう。ベランダなら網しとけばええだけ。鳩さん、目の錯覚で洗脳されてしまう。もう群れに戻れないねー。動けなくなってて草。草。気づいてしまったか。シュールで草。かわいそう。鳩いじめやめろ。餓死するまで見てそう。平和の象徴が。鳩ってところがええな。夢中になっててかわいい。異世界に行ってるやんけ。これ錯覚なん。本当は止まっとるってこと。これどういう理由でガン見してんの。脳がバグってる。これもうバグやん。ニャンカス騙されててくさ。かわいい。どっちもかわいい。逃げろよ。これも洗脳か。3枚目何度見ても笑う。無限ループ定期。また上で同じようなことやってそうでかわいい。なんでこいつらこんなに頭悪いんや。脳みそ詰まっとるんか。鳩やないけどこれ好き。かわいそうだけど草。最後の一匹は自ら飛び込んでて草。これは撮影者が助けてる。撮影者も流されるオチか。なんかの強キャラの幼少期やろこれ。これ好き。トリスレイツも平和よな。うおー。この鳩何してるんや。電車と走って勝負する子供と同じや。鳩さん、寒さでパンパンになる。かわよ。スズメハラ。首どうなってんねん。あったかそうやな。ムクムクやな。何食わぬ顔でキジバトっぽい色のやつ混じってるな。朝になってもホー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 しないし。グーカは、ぬいぐるみみたいやな。トリビア、生きた鳩は、Uパックで送れることが判明。生きた鳩が、Uパックなどの宅配便で送れることがツイッターで話題です。発端は、漫画、テルマエロマエなどの作者である山崎まりさんのツイート。怪我した電書鳩を見つけた山崎さんが飼い主に電話したところ。あ、Uパックで送ってくださいと言われたんだとか。実際、日本郵便のサイトにある、生きた動物をUパックで送れますか?という Q&A コーナーを見てみると、送れる生き物の例の中にズバリ、鳩が入っています。その他にもカメ、トカゲ、カブトムシなどが送れることがわかりますね。デリハト。こんなものいきなり送りつけられたら。受け取る方はハッとするよな。動物を物みたいに扱ってて嫌な感じだな。いやちゃんと生き物として運ぶぞ。法律上は物じゃなかったっけ?テレビで隣の飼い犬がうるさいって理由で殺したんだけど器物破損だった記憶がある。動物愛護法ができるまではその通り。今はダメよ。ほんの数十年前までは大手の新聞社はどこでも鳩飼ってたしね。電書鳩をさ。
鳩のレースも昔は盛んだったし、ゆうパックで鳩を送れるのはその名残ではないのかな。白いカラスが見つかる。かっこよ。ようここまで生き残れたな。かわいいけどグロいな。仲間外れにされたりせんの？カラスって黒だからキモいんやな。まあまあでかいくせにたくさんいるのがキモい。ムクドリの次くらいにキモい。鳩さん、鳥類スピードランキングで堂々の6位。やるやん。誇らしい。全然速そうに見えんのにな。風に乗るのうまいよな。1位ハヤブサで2位は何や？犬は視野で。鳩界隈、誇らしいわ。番外編。カラスさん75キロ。ツバメさん60キロ。スズメさん55キロ。ツバメ遅すぎやろ。こんなんは相手もバットに当てられるわ。バットに当てるってどういうこと？ツバメ返しや。そしてバットや。ハヤブサとかワシとかタカだけでベスト10独占しそうやけどどうなってん？ワシはワシで一括りか？でも犬は知ってなってるしな。ガチで速いやつおるよな。なんやあれ？でかいゴミでも流れてきてるのかと思ったら違った。お前も熱いんだな。し、鳩が心配なんだが、肝心の鳩が全然焦ってないように見える。他人事みたいな顔してるのがいい。これ、多分溺れてるで。羽毛が水面張力で水面に張り付いてしまって動けないだけ。水場で生活しない鳥がこういう状況でいたら迷わず助けてあげましょう。この状態は溺れてるのか、私も見かけたら助けてあげよう。水に浮いてぼーっとしている鳩がいたんだけどこれは一体何をしてるのかな。何かの理由で飛べなくなったのか？と、ちょっと下から救ってみたら、ぎこちなくもぞもぞ動いて水から上がりひょこひょこ歩いていたので、犬も猫も来ない場所に移動、しばらくして飛んでいった。フォルムがかっこいい。鳩？鳩なの？白子鳩やんけ。暑いので水浴びするために飛び込んではみたものの、足がつかなくて脱出できない。という積んでる状態。鳩が飛び降りてる時の形が割と衝撃。ダメだじわる。本能が怖いと言ってる。恐竜の子孫って言われたら、納得しそうだわ。ベムスターだこれ。スニーカー落ちてるって思ったら鳩だった。すごいオシャレ。ナイキのスニーカーに見える。拡大した方でもわからなかった。モフモフのスニーカー。エアマックス冗談。いやこれ絶対ツイッターで昔見たことあるって。誰も言ってないし気のせいかな。この鳩、めっちゃナイキのシューズ。片割れが見つかってて草。鳩にスポンサーがついた。靴紐まで完璧かよ。4年前だったら前世かも。珍しい鳩だな。ずっと鳩がうずくまってる。事故かな怪我かな。軍手かい。という経験ならあります。鳩はピジョン、ミルクと呼ばれるそのウニュウによってヒナを育てる。そのウニュウはオス、メスどちらも分泌でき、タンパク質と脂肪分の含有率が非常に高く、動物性の餌を与える必要がないため通年繁殖できる。だが、繁殖力が高いため、頭数の増えすぎが問題視されていて、踏んで建物などを汚し、病原菌やダニなどを拡散させるなど、ムクドリやスズメなどと共に糞害の原因となっている。空飛ぶドブネズミとも揶揄される。公園に群がる鳩は不衛生な環境に生活しているため、食用としてはおすすめできない。日本の公園の鳩は食べない方がいいですが、世界では鳩を食用として飼育している地域は多く、今や本家インド以上のカレー大国とされるバングラデシュでは鳩のカレーは人気が高いようです。哀愁半端ない。餌欲しいんやけど。これのせいか。最近餌もらえないの。ふん。風刺だかな。鳩、下せぬ。背中が切ない。ここのエリアもダメか。餌やりは鳩にとっては別に迷惑じゃないと思う。むしろ歓迎する話なのでは。走行中のトラックの荷台から米を奪う鳩の群れ。百花って鳴き声が聞こえてきた。なぜかマッドマックス思い出した。さすが、空飛ぶドブネズミ。謎、駅前の鳩さんが飛ぶことを極力避けて徒歩に固執してる理由。あいつら実は飛ぶ能力失いつつあるんじゃね？飛ぶのは疲れるんだよ。飛ぶメリットあげろよ。メリットというか個性やろ。飛べない鳩とか知能のない人間みたいなもんやん。どんどん知能を失うなんジェイミンみたいなもんやろ。人間やってできることなら何も考えず捕鯨って暮らしたいやろ。鳩って内心人間舐めてるよな。エネルギー節約。飛ぶのって疲れるんやぞ。あいつら人が避けてくれるから人のこと舐め腐ってるよな。分からせたらなあかん。日本以外の鳩、めちゃめちゃキモかった。日本の鳩。外国の鳩。2枚目はなんかゴージャスでええやん。1枚目グーキレイ。二軸弱やん。4枚目はポーターって鳩かな。二枚目チリチリで草。やっぱ外国の方が陽キャやな。鳩が生意気にパーマかけてんじゃねえよ。キジバトが一番可愛い。鳩さんたわしつけてるの笑うわ。日本の鳩もキメえよどこ見てるかわからなくて。三枚目ほんまムカつく顔しとるわ。
外国の鳩はどう思うそうで怖い。なんで日本だと派手派手なやつ少ないん？教えてや。五千円札みたいな色のやつたまにおるやん。ベランダでうんこしまくる鳩許さない。と思って鳩よけネット張り巡らしたら、ふと見るとそのネットがない。おかしいと思って植木の隙間を探すと、ネットでぐるぐる巻きになった鳩。抱きかかえて30分かけてネットを切断したら、逃げるように飛んでいった。今日もその鳩はベランダでうんこしてる。これもう家族だろ。好き。短編小説。優しい。風情がある。毎朝公園に行って鳩にパンのネックレスつけてる。フランスパンの中身を食べさせてる間に輪っかの部分をかければ楽勝。食欲に負けて首はつけられて自分では外せない無能な畜生を見ていると、人間様の優越感を感じられて気持ちいい一日のスタートができる。ひでえ。優しい。草生えるに。かわいい。器用だな。動物虐待でニュースになりそう。いい趣味してるな。仲間の鳩が食うから問題ない。逃げないもんなんやな。雨に濡れたり池とかにいればふやけて取れるやろ。歩くサンドイッチ的な。他の鳥につつかれてるやん。他の鳥が食って空気に取れてみんなで食べるだけやろ。ひほう、鳩さん。完全に手なずけられてしまう。ポッポーン。草。かわいすぎて草。ドラクエの仲間介入演出やん。この後タンとターンとされてそう。鳩ってあんま可愛くないな。カラスは可愛いのにな。可愛くない。可愛い。ええやん。縦乗りやね。鳩に自信に切ってて草。この後食われたんだよね。鳩って寄生虫あかんやろ。鳩ってすげえ無機質だよな。心がほっこりしたろ。鳩が活動したからや。この後食べられたんだよね。空飛ぶネズミ。鳩というとタモリしか浮かばない。カラスはくちばしさえ小さければな。睨み合いから喧嘩を始めた猫さんたち。近くで見守るギャラリーも興奮気味ですね。すげえ取っ組み合い。それからギャラリーの鳥。鳩鳩鳩鳩大乱闘。鳥的にはこんなとこでやるななんだろうな。鳩さん、エレベーターを使いこなす。はい、すごくハイテク。すごいなーって。草。これで倒産食って言ってるのか。鶏を装う鳩。何してん？鶏のメスがめっちゃ可愛かったんちゃう？煽ってて草。バカにしてるんか。